こんばんは。今日もライブ配信スタートいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ちょっとこう所用がありまして自宅を離れて、セミナールームにおりますが、いつもと変わらずですね、ライブをお届けしていきたいと思います。で、今日もですね、そういえば今日というよりは昨日のですね、ライブでではですね、佐藤先生、佐藤誠二先生、佐藤式リンパケア主催のね、佐藤誠二先生に、ゲスト出演していただいて、ものすごくアクセスが上がったので、やっぱり佐藤先生の力すごいなと改めて実感したんですけれども、今日ご覧いただいている方もね、昨日たくさん見ていただいたと思いますけど、あ、えちゃんこんばんは。今日もよろしくお願いします。はい、かなちゃんこんばんは。よろしくお願いします。あ、岩田さんこんばんは。今日もよろしくお願いします。あ、ちとみこんばんは。よろしくお願いします。お、さなえちゃんこんばんは。よろしくお願いします。えちゃんこんばんは。あ、常連組は、相変わらずのご参加ありがとうございます。はい。あ、大人コーヒーのラッシー先生も、こんばんは、よろしくお願いします。ヤサリン姉さんも、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。はい。本当に、僕、この、ストリームライブ、ストリームヤードというツールを使って、ライブ配信をしてるんですけれども、Facebook ページっていうものをちょっと使ってるので、Facebook の個人アカウントではなくて、結構こう、お店をされてる方とか会社をされてる方は会社名とかサロンのお名前でね、されてるっていうページなんですけれども、個人の名前で一応やって、まあね、個人事業主なんで、まあ一緒かなっていうところもありますけども、なんかそういう風にした方がいいよっておすすめをちょっと聞いて、やってるんですけども、情報が詳しく出ます。どれぐらいの方が見てらっしゃるのかとか、このライブの再生時間は何時間ぐらいなのかって、こと細かに出るので、データを重視する人は結構こちらの方がいいかなっていうところでですね、僕も参考にさせてもらいながらやってるんですけども、昨日の本当半端なく、いつもの何倍ですかね、20倍ぐらい、なんかアクセスがガーッ上がって、佐藤先生の半端ないちょっとこう力をね、もうなんていうんですかね、打ちのめされてるような感じではあるんですけども、また出ていただけますかっていうとね、また呼んでねって言っていただいてるので、またそのうちですね、例えば皆さんがこういう話を聞きたいっていうお声をいただいたらですね、それに応じたテーマを設けて、これは佐藤先生にお聞きするのがバッチリだなと思ったらちょっとブッキングしますので、こういうのやってほしいとかどんどんね言っていただけたらいいかなと思います。あ、藤子さんこんばんは。あゆみさんこんばんは。あゆちゃんこんばんは。今日は字がよく見えます。そうなの、今日ね黒のインクがやたら濃い感じで出てるので、ね、見やすいかと思いますけども、その分僕の顔が今日は暗くなってるかも。はい。あやすもさん、こんばんは。今日もお楽しみです。ありがとうございます。はい。ということでですね、今日のテーマはですね、ちょっとご質問を、いただきまして、それに、準じたテーマになってるんですけれども、あ、虫が飛んでる。虫には好かれたらいいか。はい。テーマが、今日はですね、家事育児を楽にするというテーマで、お送りしていこうと思うんですけれども、ちょっとこう、おうちに家族がね、いらっしゃる時間がどうしても長くなっているので、こう、お母さんの役割が増えたっていうことでですね、ちょっとこうお母さんの体の負担が大きいっていうお声をいただきましたので、セルフケアやってるんですけど、ちょっと追いつかないんです、みたいなね、お声がありましたので、じゃあ、こうするといいんじゃないみたいなことをね、やっていきたいと思うんですけれども、皆さんの中にも、わかるわかるっていう方がいらっしゃると思うんですけれども、特に、こういうちょっと外出自粛要請
が出た後ですね、こんなことがちょっと大変とか、ちょっとこの辺が辛いですとか、そういうことをちょっとコメントに上げといていただけると、このライブの中でも対応できる範囲ね、そういうものに対してはこうした方がいいですよっていうちょっとこう提案ができればいいかなと思いますので、遠慮なく、コメントをいただければいいかなと思っております。お気軽にどんどんコメントしてくださいね。なんか結構ね、聞くとね、コメント結構しづらいんですみたいなことも聞くんですけど、ライブのいいところはこういうコメントでこうつながり合うみたいな会話のキャッチボールができるってところが魅力ですので、遠慮なくしていただければありがたいなと思っております。一方的に僕が話してたけど、結構ね、ちょっとこう、間が持たない時もありますし、だったら、YouTube でもいいってことになってしまいますので、ぜひですね、どしどし、コメントを寄せていただければいいかなと思います。まあ、ライブの中で倒しきれませんでしたら、翌日以降のライブで、それのテーマに応じてですね、やっていくことも可能ですので、ぜひですね、コメントをいただければいいかなと思います。あ、佐藤ちゃんこんばんは。あ、美香さんこんばんは。よろしくお願いします。はい。ということで、今ね、このテーマに、応じた、ご質問だとか、ここが辛いよとかね、男は辛いじゃないですけども、ここが辛いとかね、なんかそういうのがありましたら、コメントをね、どんどんお寄せいただければいいかなと思います。ね、テーマは今日はこれですから、家事育児を楽にする。で、家事で大変。で、こう外出、自粛で、ちょっと、お母さんの負担が増えて、こういう時が大変とかね、こういう家事労働の時に疲れるとかね、そういった、コメントをどんどんお寄せいただければいいかなと思いますので、自分でなくてもいいです。周りの方で、そういうのに困ってるって方がいらして、ご質問が多いとかね、そういったことでも構いませんので、ぜひですね、そういう感じで上げていただければ。いいかなと思います。あ、ひとみちゃんこんばんは。よろしくお願いします。はい。ということで、ずっとコメントは絶賛募集中、あ、滑舌がまたね、募集中でございますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは今日もライブ配信スタートでございます。今日もライブ配信始めていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日のテーマは、これですね、家事育児を楽にするということなんですけれども、ちょっと、ご質問いただきましたのが、まあちょっと不要不急の外出自粛要請があって、家族で過ごすことが増えたので、やることが増えちゃって、子供と過ごす時間も長いので、なんか子供の世話も大変で、まあ、セルフケアやってるんだけど、追いつかないんですっていうお声をね、頂戴したので、じゃあそういうテーマに沿ってやっていきましょうということで、今日はこのテーマでやらせていただくんですけれども、ね、あ、コメントが入ってますね。あ、サニーちゃんこんばんは。はい。ということで、まあ、やっていくんですけれども、まずですね、家族が揃うってことは、まあ、家事機会また、まあ、当然増えると思うんですけど、洗濯物とかは普段と変わらないのかもしれないですけれども、ね、毎日服を着替えるっていうのは、まあ、それは外出自粛でなくてもね、あると思うんですけど、多分増えてる、食事の機会、一緒に食事をする機会が増えてると思うので、まあ、食事の回数が増えると、当然、お買い物をする機会とか、お買い物する量も大変だと思うので、例えば、この、買い物のね、こう袋を持つ、持ち方一つでもこれ実は方法があるんで、そのあたりもちょっとお伝えできたらいいかなと思ってるんですけれども、あとはですね、食事を何回もするってことは、食器を洗ったりする。要は、そのシンクの前に立つ時の立ち方とかもね、結構関係してくるんじゃないかなと思うので、そのあたりもこう、ちょっとお伝えできたらいいなと思うんですけれども、
結構今の人は、身長が高い人が結構多いのかな。だから、まあ、マンションとか、まあ、その新しい建物だと、こう、多分シンクの高さって結構高くなってると思うんですけども、あのやっぱり自分の身長と合わなくって、こう、洗い物をしてる時間、ちょっと腰に来るんですとかね、ちょっと膝に来るんですとかっていうのがあったら、ちょっと書いてみていただけるといいんですけども、そういう方向けに立ち方が一応あるはあります。こうした方がいいんじゃないですかっていう立ち方があるので、その辺もお話ししたらなと思うんですけども、あとはですね、小さいお子さん、特にね、小さいお子さんがいらっしゃる方っていうのは、過ごす時間、まあ、保育園とか、幼稚園もちょっとお休みだと、ね、本当にべったりちっちゃいお子さんと過ごす時間が増えると思って、そうすると、まあ、抱っこしたりとか、まあ、添い寝したりする時間が長くなっちゃう。で、そうするとですね、まあ、抱っこって非常に、よほど体の使い方ができてない限りは、すごく負担がかかる、なんですよね。で、まあ、添い寝も、なんか、ね、自分の子供をこう踏んじゃいけないとか、そういう意識の中で、どうしても、ね、寝たような寝てないような、ちょっと落ちてましたぐらいの感じで、疲れが逆に取れないような感じで添い寝しちゃってる方が、すごく多いんじゃないかなと思うので、そうならないように、まあ、すればいいかなっていうところもちょっとお伝えできたらなと思っております。で、まあ、そうやって、自分の時間がものすごく奪われてると思うんですね。ね、家事の機会が増えるし、で、まあ、育児でべったりの時間が増えちゃって、自分の時間が持てない。ね、なんか必死に、私の時間がないみたいな感じになるので、時間を取り戻そうとすると、なんか、やることといったら、まあ、外に出れませんから、息抜きというと、もう SNS のチェックとかになってしまう。ね、ただでさえ、ね、体に負担が増えてる中、スマホを見て頭下げて、この辺がカチカチになってるとかね、その、近くを見るっていう時に、こう目の筋肉をこう収縮させて、焦点を絞って、見るっていうことなので、すごく目が疲れることも、まあ、あえてやってる。で、目の神経っていうのは、結構後ろに来てるんですね。こう、長距離っていうのがあるんですけど、目の神経って結構後ろにこう来ますので、この辺がすごい重いとか辛いとかでなりやすい。で、そういうのを自分で作っちゃう。ね、時間がないから自分の時間も大事にしなきゃってしたがために、どんどん自分の体に負担をかけてるっていうことが今起こってるんじゃないかということで、そういう方がね、まあ、ご質問いただいた方だけでなくて、いらっしゃるんじゃないか。ようじゃ、パワー。もう帰ったのかな。ね、よろしくお願いします。はい。ということで、そういうことなんですけれども、まあ、外出、見えてますかね。これちょっと見にくいですね。赤はちょっとインク薄かった。外出自粛によって、体への負担が増えてんじゃないのっていうことです。そうだそうだって方いらっしゃいますか？そうだそうだって方はぜひコメントを寄せていただいて、私はどこが辛いとか、どういうケアを教えてほしいとか、コメントをいただければ。幸いでございます。ね。割とこう、シーンとしてるとね、割とね、皆さんもこう、ライブ配信やられると分かるようになってくると思うんですけど、結構ね、辛いですよ。結構ね、誰もこう、反応がないと、なんかこう、喋り急いでしまうとかね、なってしまうので、何でもいいですから、今日ね、ちょっとこの服が変だって言われたんですけど、なんか変だなと思う人は変って言っていただいたらいいですし、ね、超気に入って買ったんですけどね、ちょっと変だよとかって言われたんですけどね。変ですか？ね。どうでしょう？コメント、皆さんね、遠慮なくあげていいんですよ。ただですか？ちょっとあげてください。はい。ということでですね、まあ、こうね、体の負担が増えてんじゃないのっていうところなんですけども、例えばですね、まあ、この買い物行くときに、まあ、今皆さん、車で行かれる方と、まあ、徒歩圏内で行くとか、自転車で行くとかっていうところはね、もちろん分かれると思うんですけど、徒歩圏内の方ってこう、下げて歩く時間が長いと、お店でもらうね、ビニールのナイロンの袋だと、手に食い込んで痛いとかってあると思うんですね。で、そういうのも、僕も結構ね、
ペットボトルを利用するんですよ。ペットボトル持ってて、それに巻きつける感じにするんですね。で、そしたら、ペットボトル持ってたら結構楽に持てるんですよ。なので、言ってる意味わかんないかもしれないんですけど、まあ、これが、こんなバッグないですけど、これがナイロンだとしたら、こう、手に食い込みますよね。こう、持ってる方に食い込みますよね。で、食い込んで、しかも落ちないにこっちでギュッと握りしめるように持つ人がすごく多いと思うんですよ。で、これは僕はこの形にしたら、こっからはもう握らないようにしてるんですね。ここに引っ掛けといて、こいつに親指の付け根をぐっとこう近づけるように持ってます。こんな感じで、このまま親指を近づけて、今、こう、体がこう、前向いてるんですけれども、前向いて、だから手のひらが前向いてる状態なんですけど、こっから、肘から先だけをくるんとこう、内に向けて、こう持ってるんですね。で、そうするとですね、こう持ってる方が肩が下がるんですね。肩っていうのはこう、下がってた方がいいんです。肩甲骨が巻き型になってるところと上がってくるので、上がってるよりは下がってる方がやっぱりいいんですね。だから、これをこう、開いて、肩を、手のひらを前に向けることによって開いて、肘から先だけで内に向ける。肩は開いたままですね。肩は開いたまま、ちょっと下げたらわかるかな。ね。肩は開いたまま、肘から先だけをくるんと入れて、親指の付け根を、この4つの、まあ人差し指から小指までに、近づける感じにします。こうすると、こう入れるだけで、割と、ね、持ってる方が、こっちが持ってる方なんですけど、肩がスッと下がってくると。で、肩が下がってる時って、どういうふうに体使ってるかっていうと、筋肉で支えるというよりは、骨で腕をぶら下げてる感じになります。意味わかりますかね？本当はね、その、僕たち、その人間とか、あとは、げっ歯類って言って、ネズミとかですね、そういう動物以外って、この鎖骨という骨が実はないんですよ。で、鎖骨のある動物っていうのは、何のために鎖骨がついてるかっていうと、腕をぶら下げるためについてるんですね。腕をぶら下げるために鎖骨がついてるので、鎖骨は使わないといけないんです。ところがですね、肩がこう巻いてる人っていうのは、この鎖骨を使わずに、背中の筋肉、この肩がよく凝るっていう筋肉で、物をぶら下げる、腕をぶら下げるってことをしてるので、この筋肉が引っ張られちゃって、引っ張られると縮もうとする力によって筋肉が収縮します。で、これが持続的に続くと、凝りになるんですね。なので、買い物のバッグの持ち方一つで変わります。だから今やったようにする、プラス、ちょっとこれ今キャップがないのでぐしゃって潰れると思うんですけど、潰れるとしても、こう持ってですね、こういうふうに、このわかります？手が当たってる方は丸いわけですよ。でこういうふうにかけて、ね、ギュッと、まあこれナイロンともっとこうなるので、ギュッとこうなるので、この状態に持てるので、こうやって持ってるだけで手に食い込まなくなるんですね。手に食い込まないように、ペットボトルとかを持っていただいたらいいです。で、ペットボトルも、新品じゃなくて、使ってるやつの方がいいです。で、もう、水が入ってない方が軽いから当然いいんですけども、これキャップがついてたら、この空気を調整できますよね。そしたら手の大きさに、このペットボトルの大きさを合わせて、握りやすく調整するんですよ。で、これ自体に、ナイロンのビニール袋をかける。ね、そして、こう向ける。で、ペットボトルを持って歩いたら、めちゃくちゃ楽です。これ本当に、嘘だと思って、騙されたと思ってやってみてください。かなり、これは僕は、重たいもの。例えば、ペットボトルをたくさん買うとか、飲み物って結構ね、重たいので、たくさん買って帰るときとかは、必ず1本は、ナイロン下げるように手に持って帰ってきます。そうしたら絶対手に食い込まないです。うん、そうすると、手痛いなーってこう持ち替える作業も減りますので、
ちょっとね、そういう持ち方をしてもらったらいいですし、普段からもうバッグ持つときっていうのは、さっきみたいに、手のひらを一回前に向けていただく。要は肩が開いた状態ですね。肩が開いた状態を作って、開いたまま肘から先だけを内に向ける。で、こうして持ってもらうと、この鎖骨で腕をぶら下げる感じになっているので、背中側の筋肉が全く引っ張られません。で、そうすると、重い荷物持ってる方がリフトアップしてきます。不思議とね。で、まあ、肩の凝りもあまり感じない。まあ、当然、ね、1時間、2時間持ってたら別ですよ。だけど、まあ、そのお買い物行って帰ってくる間ぐらいだったら、今まで感じないぐらいは楽になると思うんですね。で、こういうふうに、まあ、ちょっと持ってもらうとか、体の使い方が非常に重要になってきます。あ、コメントがちょっと入り始めました。ありがとうございます。携帯持ちすぎて、携帯ね、携帯の話今してましたね、携帯持ちすぎて。ね、これもちょっと対応策が一応あるはあります。はい。腕三里、この辺ですか。この辺が痛い感じですね。この辺が痛い感じの人は、この握る力を強く使いすぎてるんですね。要は、こっちは曲げるとき縮めると指が曲がる筋肉で屈筋って言うんですけども、腹筋を使うと心筋が引っ張られる感じになります。わかりますかね？こうするとこっちが引っ張られますよね。引っ張られると持続的に引っ張ると縮もうとするので、この辺に負担がかかってくる。だから握りすぎてるっていうふうに考えてもらうといいと思います。だからあんまり僕は握らないですね。これぐらいの角度です。指だけキュッと曲げて、手はこうやって握ってないんですよ。これぐらいの感じです。こっから親指を逆に近づけます。キュッ。だから手首の形でこうなって、下にこう下がってくる感じ。ね。親指が、このままの形で親指をギュッと近づけて、こう回転させて、こういう形になってます。だから、腕があったら手首が、こう、まっすぐじゃなくて、こうなってる感じですよね。こうじゃなくて、こうなってる感じになってます。はい。炊事を、ちなみに炊事をしているとき、腰が痛くなります。やっぱ、なられる人がね、いらっしゃると思います。まあ、これはまあ、普通にですね、まあ、シンクのその構造にもよるんですけれども、結構ね、子供とか見てたら、うまいこと立ってるんですよね。で、大人の方が実は、いろいろ考えて立つので、結構逆に負担になってることが多い。要は、考えて立ってるってことは緊張してるので、筋肉も緊張して硬くなって立ってることが多いっていうのがあるので、一番力抜けるのはどういうポジションかなって立ってる子供の方が何も考えてないと結構うまくいくっていうのはあります。それもちょっと後でやりますね。立ち方。シンクへの立ち方。はい、感謝。首、肩、腕、ふくらはぎがパンパンです。フルコースですね。腰は痛くないんだね。腰は痛くないんですね。OK でーす。まあ、ふくらはぎが痛いのは、どういう時に、何をした時に痛いのかな。大体この上半身がわかるんですけど、ふくらはぎがっていうのがちょっと、どういうことって言ってくださると、よりわかりやすく説明できるかなと思います。よろしくお願いします。あ、ひとみちゃん、ペットボトル持ちやってみます。やってみてください。めちゃくちゃ楽になると思います。はい。ね。やすもんさん。家にこもって作業して目が疲れるのか、久しぶりに肩が痛いです。首が痛いです。気をつけてください。ね。肩こりは万病のもとでございますから、本当に、持続的に、まあ、痛みをね、が続くとか、その、痛みが起こるような姿勢が続いていると、本当にどっかが悪くなってしまうことも結構ありますので、そうならないように、お手入れをね、されてると思うんですけど、もしかしたら追いつかないっていう形になってるかもしれないですよね。で、どんな時の、どういう作業をたくさんして目が疲れるのか、肩が痛くなるのかっていうのもちょっと教えてくださると、具体的にお伝えしやすいかなと思いますので、よかったらコメントしてください。はい。藤子さん。明日の買い物でやってます。からのペットボトル忘れず持っていきます。ちょっとだけ待って待って、ちょっと探してきますね。そのペットボトル、キャップがあるかなと思って。
すいません。ライブならでは準備不足で申し訳ございません。キャップがあったんですけど、はまるかどうかちょっとわからないんですが、ちょっと無理にはめてみましょう。いけました、いけました、いけました。で、ちょっとこうやってペコペコってへこむぐらいに空気を抜いておいた方が、自分の手の握りになりやすいと思います。で、ちょっと見やすいように、ちょっと回転してみましょう。じゃあちょっと藤子さん、どんな感じか見てくださいね。そうですね。で、まあこうやって持ってると、こうやって握りがちです。こうやって握らなくても、これで落ちないですよ、実は。皆さんが第一関節っていう、その指の遠い方の関節だけキュッと曲げとけば、引っかかって絶対落ちません。で、この状態でこれ以上握る必要実はないんですよ。これ以上握っても握らなくても実は同じなんです。で、何が違うかっていうと、親指を近づけることで、ぐっと押し出すような形になってるっていうことなんですね。で、これがまあその楽な使い方のポイントになります。で、ペットボトルをこういう風に持ってますよね。ここにこうかけるだけなんです。わかりますかね？見えてますか？こんな状態にするわけです。ね。こういう状態です。で、これを下からペットボトルをこう持つようにするんですよ。で、これそんなギュッと握らなくて落ちませんので、こうしてもらって、こう下ろしてきますよ。で、こう肩今下がってます。で、この状態で親指をキュッと押し出すようにして、まあそんなにギュッとしなくてもいいです。軽く押し出すぐらいでいいので、軽く押し出して肘から先だけをこう向ける。もうこれで完了です。ここでめっちゃ軽くなりますので。で、このままスーッと返ってきてもらうと、すごく楽だと思います。ね、空のペットボトル1本あれば、結構楽になるので、これは結構、お買い物に行く機会がね、多い、奥様。方にはすごく有効かなと思います。ぜひ、ペットボトル、空のペットボトルをお持ちいただくか、もう空きかけっていうね、もうちょっと一口飲んだら終わるってぐらいのを持ちながら、ね、現地について、ちょっと一息ついて、お買い物してもらうといいかなと思います。ぜひ、藤子さんやってみてね。他にも、あ、ひとみちゃんもやってみてね。はい。子供を抱っこしている時間が長くなると、徐々にふくらはぎが張ってきて、夕方から夜にかけてパンパンの日々です。パンパンです。で、そこでケアしても、もう翌日またパンパンになっちゃうと。でしょうかね。まあ結構、抱っこいけない、お母さん方っていうのは、パンパンになるリスクがあるというふうに、考えられるんですけど、これも簡単なんですよ、実は。すぐ改善できます。これ、一瞬とは言わないですけども、ふくらはぎが張らないようにするには、抱っこをおんぶに変えるだけでいいです。で、なんでかっていうと、またちょっと横に向けないかんのですけども。わかりますかね？ちょっと、じゃあこれを、こうしますね。で、こうなってるときに、荷物を持ったりとか、赤ちゃんを抱っこしてるときって、前に、ね、荷重がどうしてもかかるので、こう前のめりになろうとしちゃうんですよ。で、それをふくらはぎでギュッと踏ん張って耐えてるので、パンパンになっちゃうんですよね。なので、これを少し戻してきてあげるだけでも、実は楽になるポジションがあるんですが、そのときに骨盤が前に倒れてるとしてやりにくいので、骨盤がちょっとこう後ろになって、ちょっとここに預けてあげて、太ももの筋肉にお尻を乗せてる。太ももの筋肉は棒で、その棒に腰掛けてるみたいな感じにしてもらうと、それだけでもかなり改善します。でも一番簡単なのは、前に荷重があるよりは、後ろに荷重があって、これを背負うようにする。で、そしたら、前の目に倒れそうになるのを、前側のお腹側の腹筋でぐーっと押し返すように体が使うようにできてます。で、そうしたら、ふくらはぎってそんなにキンキンには張らなくなってくるので、抱っこをおんぶに変えるだけで実はかなりのことが改善します。で、結構そういう、抱っこをする機会のお母さんっていうのは、
やはりその前に荷重が取られるので、背中側の筋肉で引っ張り返して、こう立ってる人が多いんですね。なので、抱っこをするよりは、おんぶをした方が、お母さんの負担は減ります。で、もう一個言えるのは、赤ちゃんは抱っこしていると、実は赤ちゃんの状態も良くないってことなんですね。まあ、ここって、まあ女性は特に僕たちよりバストがありますので、ここにバストがありますよね。で、子供をこう言います。で、ここは壁なんですよ。で、ここにこうやってつけてる。ね、多少こうなってるかもしれないんですけど、バストがある分、赤ちゃんはどうなってるかっていうと、お母さんにこう抱かれながら、頭がこうなった状態。ね、こうなった子供さんすごく多いんですよ。なので、頭が後ろにこう下がる。ね、これ、こう、こんななってる子いるわけです。頭が。もう折れるんじゃないのっていうぐらいになってる子がいるので、こうなってしまうとですね、背中側の筋肉が縮んだままになります。で、縮んだまま寝かせると、寝返りが、こう背中の筋肉緊張して、こういうふうに動けないので、寝返りも打ちにくくなっちゃったりして、今度寝返り打たないと、その、発達の問題とかね、心配するようになっちゃうということですので、まあ、母子ともに、あまりおすすめできないなっていうのが抱っこなんですね。で、昔のお母さん、我々の世代は、結構温度で育ってるんですね。まあ、親の話を聞くと、こんなとこに子供いたら、そう、なんかこう、作業できない。用事ができないから、後ろに追ってやってたよっていうことをよく言うんですけれども、まあ、それが昔は当たり前だったようなんですけども、いつしか、まあ、前で抱っこするのがスタンダードになってる。で、これってすごく難易度の高い体の使い方なんですね。前に荷重が取られるのに、それを安定させようと、ちょっとテクニックがいるわけですよ。で、そうすると、ちょっと、難しくなって、できてない場合は、負担がかかってしまうということになりますので、まあ、簡単に言うと、まあ、抱っこを無理解する。それが一番簡単なんですけども、まあそうもいかないよっていう場合は、ちょっと立ち方を練習していただく必要があるのかなと思うんですけれども、僕たちで言うと、いわゆる関節をこう曲げるときに、縮めてる筋肉を縮めるんじゃなくって、これは筋肉という風船だと思って、風船がぷくっと膨らんで関節が伸びる方向に力を向ける。で、足で言えば足の太ももの裏ですね。太ももの裏の筋肉が、膨らんで膝が伸びる方向になってる。で、股関節で言うと、お腹側の筋肉が、ふわーっと膨らんで体が起きてる。こんな風に使ってもらえば、実は、抱っこしてても負担になりません。で、どういうことかって、こういう感じになってるわけですね。腹筋で支える。で、できれば、こういう風に、お腹側の筋肉が膨らむように、支えてもらうっていうのが一番理想的なんですけれども、前に荷重があると前にこう引っ張られそうになるわけですよね。で、そうすると、背中側の筋肉を縮めて起きようとする。ね。そうすると、かかとに体重がかかります。で、かかとに体重がかかってしまうと、つま先は前にあって、後ろには何もありませんので、後ろに何もないと、ひっくり返っちゃうと、わかるま、あ、隠れてしまいます。こう、ひっくり返りそうになるので、今度太ももの前で、引っ張り返そうとするんですね。だから、背中の筋肉が硬い人は、太ももの前も硬くなります。だから、腰痛と、膝痛は、割とセットになりやすいんですね。割とこういう風にして立ってる方が多いので、ちょっと太ももが張りますとか、または、その腰痛ですっていう方は、両方、どちらが重いとか軽いとかあるかもしれないんですけど、どちらも起こってるってことが結構ありますので、より痛みの強い方だけ意識があるんですけど、そこが軽くなった瞬間に違うところに痛みが感じる。どっちかに痛みがまた出てきますというふうなことが起こるので、そうならないようにするためには、今のような、このお腹側の筋肉が膨らんで、こう支える。ね。ね、お腹が膨らむように。空気が入ってふわーっと膨らむように支える。それは後ろからぐっと荷がかかれば押し返すように、前からぐっと押し返すように、わかりますかね？こうぐっと押し返すように、筋肉が広がると
いう立ち方になるんですけれども、これができるとですね、まあ、抱っこしててもできるようになります。で、一つはですね、ポイントは手の使い方、抱っこは手の使い方がポイントになるんですよ。で、抱っこするときに手をこうに向けて、わかりますかね？こう、手のひらをこう向けて、こう抱くと、結構、後ろの筋肉がもう引っ張られてます。ただ皆さんちょっと、画面の向こうでやってみてください。こうして、こう縮めようとすると、わかる人は背中の筋肉が硬くなるのがわかると思います。で、そうすると筋、もう筋肉硬くなってるわけですね。なおかつ、縮めて前に倒れそうなのを、今度は、こっちが膨らむんじゃなくて、後ろで引っ張るってやるので、さらに硬くなってしまうのが、まあ、抱っこで辛くなるというような感じになります。ね。なので、手の使い方としては、最初、こう向けるんです。こう向けて、こう入れて、手首だけをくるんと返すんですよ。で、こう支えるからです。だから、まあ、ここまでやらなくていいわけですよね。ここまでやらなくていいので、こうするんですね。だから、ここに、まあ、子供を抱こうとしてるならば、子供の下に手を下に向けて入れる。で、くるんくるんと返して、で、このまま、お腹の筋肉が膨らんでぐーっと立つようです。で、そうすると、実は背中に負担が全くなくなります。ちょっと古武術的な使い方なんですけれども、これ何かっていうと、僕たちで言うと、この親指の付け根がものは、一回遠ざかってるんですけれども、近づける方にしか力を動かしてない。で、これは、ここに抱こうとしてても、遠ざかるように動かしてる。で、くるんとする。で、このまま足の力でこう、抱きかかえるようにすると、負担が減ります。で、この使い方ができるようになると、自分と体重が一緒、もしくは少し重たくても、お姫様抱っこ楽勝でできるようになります。で、これはもう本当に体の使い方になってくるんですけど、こういうのが分かってくると、だんだん悪くなる時間が減ってくるとは思うんですね。なので、急にはできないかもしれないんですけども、ちょっと意識する筋肉を変えていただくといいかなと思います。で、物を持つとか、赤ちゃんを抱っこするとかっていう、そっち側に意識が取られるんですけど、自分が辛くない動かし方っていうのはどういう風かなっていうふうに自分の体に意識を向ける。まあ以前のね、ライブ配信でも意識を向けるのは自分なんだよっていうことをお伝えしたと思うんですけれども、まず自分が負担のない状態を作る。で、そうすると相手にも負担のない状態で接しやすくなります。体のケアをね、お仕事にする方っていうのはそこが一番重要に実はなってるんですけども、それよりも、まあ、ケアの方法であったりとか、お客様の効果っていうところばっかり意識が言ってるんですけども、ケアの効果を出すには自分の状態が実は一番重要なんですね。なので、ちょっとこう体を使うときに自分今大丈夫って確認してからやってもらうと、ちょっと違ってくるんじゃないかなと思います。はい。携帯の作業が多くなり疲れ目がひどすぎて、夕方には携帯の字が読めない。そこまでですか？首や肩は大丈夫なのですが、頭も重くなります。そうですね。目の場合はですね、そのさっきお話したように、目ってね、レンズになってるんですよ。このレンズの厚みを変えるのに、実は筋肉が縮んだり緩んだりして調節してるんですね。で、この筋肉がちょっともう縮めなくなったり、縮みすぎて縮めなくなったり、調節がうまくいかなくなった時が老眼なんですよ。で、この老眼なんで起こるかっていうのが最近言われてるのが、目の周りの筋肉、眼輪筋という筋肉が縮んで目が落ち込む。眼球がぐーっと頭の方に落ち込むことで、他の、まあそういう組織とかに圧迫されて、眼球がぐっと圧縮されてることで起こってるっていう説が、出てきてるんですね。なので、僕もあんまり目が良くないので、よく見ようとすると、こうやって見るよりは、こうやって焦点を絞って見ようとするんですね。で、これをやると、目の筋肉を過剰に使ってます。で、筋肉っていうのは、過剰に使うか、使わないかで、硬くなる傾向があるんですよ。なので、おそらくレイちゃんの場合は、
目を過剰に使うことで目の焦点が合わせにくくなっているので、見にくくなっている可能性があります。なのであまり、その焦点を変えないように見るっていうのがポイントかなと思うんですね。で、実は僕が本を読むときにやってる方法があるんですけれども、ちょっと向こうにベッドが置いてあるのでベッドの方ちょっと向けてみますね。見えてますかね。こっちが見えてますよね。こっちが見えてますよね。で、僕が寝る、本を読むときはですね、大体僕起きて読まないんですよ。こうやって寝転ぶんですね。あ、これが今レイちゃんのがちょっと出てると、みんな皆さん見にくいのかな。ちょっと待ってくださいね。ここで見ますかね。で、まずですね、骨盤をベッドの方にこう動かします。で、ベタッと背中をつけるようにして、で、これもちょっとかかとをお尻に近づけて、ちょっと開くようにして寝てます。これで割と安定するんですね。これを閉じてると、こうやって閉じてると、閉じる筋肉を緊張させないと安定しないので、こう結局こうなっちゃうので、最初からこうしてるんですけども、つま先と膝を同じ方向に向けてます。この状態をこう作っておいて、本を読むときは、こうやって読んでるんですね。で、こうやって読んでると、要はさっきの押し出す動きになっているので、いいですし、あとはですね、目の焦点を変えなくていいので、割とこれだと疲れないです。で、さすがにずっと読んでると、やっぱりその水分が全部こっち側に向いて冷たくなるので、そこで一回休憩するんですね。それだけこうやってやってて疲れてきたら、もうそれ以上は完全にちょっと SNS 中毒、見すぎってことになるので、休憩をしてもらったり、だるくなったら終了するっていう風に、情報を収集する時間を限定するっていう方法はどうかなと思うんです。いかがでしょう。まあ、あんな風に本読んでるのは僕ぐらいかもしれないんですけれども。ね、今、ご質問いただいたみたいに、目が見えない、見えなくなるぐらい大変ですという方がもしいらしたらですね、ぜひ、焦点はあんま変えないように。で、あそこまで、あんな変な格好でやらないまでも、やっぱりこの高さを合わせる。合わせるだけでも、こう下げると頭が下がってきます。ね。そうすると首の筋肉は引っ張られるので、どうしても辛くなってきやすいですから、この状態で、読める方がいいので、まあスマホにしても、割と、こう、で、一番いいのはですね、子供がゲームずっとやってますよね。で、あれ、疲れないのかなと思うんですけど、疲れない持ち方になってます。親指が体から遠ざかる持ち方で、ゲームのコントローラーって縦じゃなくて、こういうものが多いと思うんですよ。なので、こう持って親指を押し出すようにして、実は僕たちで言うと、この理論的に完璧な持ち方でカチャ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 って、親指の付け根を押し出して動かしてるので、いつまででもできるわけですね。なので、子供の使い方に習ってですね、親指を押し出すように、こっち方向に力をかけながらやっていただけると、いいんじゃないかなと思います。よろしいでしょうかね、じゃあ。またなんか、この場合は、とかであったら聞いていただいたらいいです。はい。あ、マスクですね。はずきルーペダメですか？ハズキルペ。うちの親もですね、やっぱりその、もともとこの、針仕事が好きで、パッチワークとか、洋裁とかやってるんで、まああんまり見えてないんじゃないかなと思うんですけど、今やっぱりマスク作ってくれてて、やってるんですけども、やっぱりどうしても下向いてやらないと、多分ミシン使ったりすると、ね、目線合わせるって難しいと思うので、せめて、まあ、その見えやすい環境を作って、無理に見ようとするには、まあ多分、
何でもそうなんですけど、ちょっと自分が横着をしようとすると負担がかかることが結構多いんですね。例えば物一つ取るのでもうしゃがんで取ればいいんですけども、こういう風に取ろうとするとやっぱ背中側に筋肉に負担がかかってくるということが起こるので、まあ手間だと思うんですけど、見えやすい環境づくりを安本さんにとって、どうしても見えないから一回こう取ってもらってどういう風ってやっぱ確認を手間ですけどしていただくっていうのが、まあ、一番いい方法じゃないかなと思います。で、今マスク作りね、されてる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、ね、見えやすい環境作り、マスク、おすすめしたいと思います。あ、藤子さん、わかりました。ありがとうございます。携帯の持ち方もペットボトルと持ち方と一緒な感じです。何でも一緒です。親指を押し出すようにこう持つ感じですね。で、こっち側で一生懸命握ろうとしてね、こっちはもう、ホールドするとに、止めてる感じで、キュッとこっち側で押し出す感じで持つ感じです。うん、あんまりなんでもそうですけど、僕、キュッと握るっていうことはしないようにしてるんですね。まあ、自分が疲れるっていうのもあるんですけれども、ギュッと疲れるって収縮って動きなので、あんまり良くないんですよ。で、これは、多少これ収縮っていうのが多少入るんですけど、これ以上も握ってないので、今度はこいつをグッと押し出すと。で、こっちになってる分、こいつも少し押し出すになってるわけですから、で、こんだけ、こう向いてるわけですね。こういう感じなので、こっちはちょっと余ってる感じになってるわけですね。引っ張られてない状態を作ってる。で、痛みが出るのは、この引っ張られる方ばっかりなんですよ、ほとんどが。いわゆるその心筋側、体の上半身だと後ろ側の筋肉が引っ張られることで痛みが起こりやすいので、こいつが引っ張られないような使い方をしていただくと、いいんじゃないかなと思います。いいでしょうか、さなえちゃん。まちちゃん、ペットボトルやりました。荷物がふわっと浮いたような感覚、そうなんですよ。浮いたような感覚になるでしょ。肩が引っ張られる感じもなくなって楽になりました。イエーイ、バッチリです。本当にね、ゴミになるようなものがすごく役立つアイテムになるので、ぜひこれはですね、おすすめできるので、ご商品開発しようかなとちょっと思ってるんですけど、ね、これを100均で売って、100均だとふわっと広まりやすいので、何か、ね、お買い物用、楽ちんグッズみたいな感じでできればいいかなと、ちょっと思っておりますけど、何かいい、そういうね、利用者さんとか知り合いがいたら、ご紹介ください。はい。かなちゃん、ありがとうございます。わかったかな？明日からおんぶに挑戦します。やってみてください。おんぶの仕方もあるんですけども、赤ちゃんが、足をこうお母さんに巻きつけるような感じに、要は股関節がこう開いてる、赤ちゃんの股関節がこう開いてる状態を作ってあげるっていうのが成長の過程においても結構大切なので、そうして抱っこしてもらうといいんじゃないかなと思います。ちょっと今日は、このおまれが、あれですけども、この赤ちゃんはそうなってますよね。お母さんに足をこう、ね、お母さんの体をこう挟むようになってると思うんですけども、こんな感じで、おんぶされるのがいいんじゃないかなと思います。今日はたくさんコメントをいただいて嬉しいですね。小学校1年のお姉ちゃんが1歳の妹を抱っこするのに視線と手の甲で抱っこしてて感心したことがすごい。やっぱ分かるんですね。子供の方が結構、この方がいいって分かってるのかもしれないですね。うん。素晴らしいですね。感心。パソコンはどのようにして見られてますか？僕は、テーブルの上にパソコンを置いてやってるんですけども、僕、そのテーブル用の椅子に座ってないんですよ。ちょうど目の高さがパソコンにこう近づくような高さで、やってます。で、要は椅子がちょっと低いんですね。低いから目線が下がって、目線とモニターが近い状態でやってます。で、最近見つけたんですよ。なんか、まあ、もともとあったんでしょうけど、僕パソコンを使うことが多いんですけど、パソコンを載せる台があって、まあ、パソコンってノートだから、こうなりますよね。で、この下に台を置いて、こうなるやつがあるみたいで、そうすると目線がちょっとこうって上がるので、
これいいなと思ってるんですけど、で、あとはですね、手の使い方がポイントになると思います。パソコンは手の使い方がポイントになって、いつも言って、肩をまず開かないといけないので、テーブルの上に手のひらをこう、上向けて置いてもらいます。そうすると肩開いた状態になります。で、このまま下ろしたら手、ね、肩開いた状態になって肩がストーンと下がってくるんですけれども、この状態にしてもらって、さっきやったやつですね、肘から先だけをこう向けます。で、僕の場合は、こうな、なんていうんですかね、肘から手でこう下がるよりは、こんな感じで打ってます。肘が下がるように、肘が上がると肩がこうやって上がってくるんですけども、肘を下げれば肩が下がるので、こうやってやってる感じです。ラスティ先生、いいでしょうか？そんな感じで僕はやっております。椅子の位置が低いっていうことと、肘が下がるようにしてやってるっていう形です。はい。なるべく自分が疲れないようにするにはどうしたらいいかなって考えながらやると、それが一番疲れずに、今めっちゃパソコン触ってるんですけれども、それが自分には合ってるような気がします。これ、必ずこれ僕の感覚ですので、皆さんは試してみて、自分の合うポジションっていうのを見つけていただくといいと思います。で、やっぱりその体の作りっていうのは男性と女性でも違いますし、筋肉のついている量も違う。で、今の筋肉の硬さも違いますので、それに合わせてやっていただくのがいいかなと思います。セルケアも全く同じなんですけども、一応フォームがあるんですね。こうした方がいいよ。理想的なのはこうだよっていうのがあるんですけど、それは何をするためのケアなのかっていうのを理解さえしておければ、自分流にカスタマイズしていいってことなんですね。で、結構日本人の真面目な気質上、どうしてもそのフォームに寄せなきゃいけないっていうのが優先されがちなんですけども、そこを優先するんじゃなくって、自分の体の状態を優先してもらうっていうのが、ケアの一番大切なことかなと思ってますので、ちょっと私にはあのケア合わないわっていう方は、自分流にすればいいってことなんですね。そういうふうにやってもらうと、ケアがもっと楽しくなると思います。はい。ありがとうございます。なるほど。距離を変えないと持ち方。ぜひやってみてください。あの持ち方だと、ある程度の時間しかやっぱできないと思います。ね、仰向けになってこういう状態ってやってると、やっぱりそのね、体液が下に下がってくると、こうちょっと冷たくなるような感じがしたり、やっぱあるんですよ。で、時折、目をつぶって、こうやって動かす。まあ多分僕の私生活を見ると、変な動きをいっぱいしてると思うので、怪しいおじさんだと思いますけども、要は、硬くなってくるのを感じたら、動かすっていうのを常にやってるってことですね。そうすると、悪い時間は減るっていうふうに考えながら動いてるってことです。はい。あ、よかった、かなちゃん。すごくわかりやすかったですって言ってくれてますね。ありがとうございます。安本さん、ありがとうございます。作業するとき、椅子の高さなども前鏡にならない調節のできるもので、そうなんですよ。座る姿勢もすごく重要になるんですけども、座るときに足のポジションっていうのがすごく重要です。で、これもちょっとやってみますね。こんな感じ、ちょっと椅子を出さない。こんな感じにするんですけれども、まあこれ多分足が入る、本来は足が入る状態ですよね。こういう状態になると思うんですけれども、ね、でこれ椅子マックス低くしてるんで、ちょっとこれだと僕にはちょっと高い感じになるので、もうちょっとテーブルが高い感じで、こういう感じで、こういう感じでやってるんですね。肘が下がるようにしてこうやってやってるんですけれども、骨盤の状態が結構重要になってきます。で、これは、座る状態は、このかかとの位置に依存します。こう前にあるのと、こうちょっと後ろにあるのでは骨盤の状態が変わりやすくなります。後ろに行けば、この前の筋肉がこう引っ張り出されるので骨盤が前に倒れていきます。で、ちょっと前のめりに作業したい場合はこれでいいんですけど、長時間やってるとやっぱ疲れてくるかもしれないです。よっぽどここのお腹の筋肉で、こう、つっかえ棒になってるっていう意識でやらないと、最初は難しいかもしれないんですけれども、楽なのは足をつっかえ棒にするという。これで、体が前に倒れない状態
間を後傾して、こう作ってもらう方が楽だと思います。で、前から見ていただくと、親指の付け根、ここが、こう下ろしたときに、足を下ろしたときに、親指の付け根から降りるようにしてもらって、こうやって体重をかけに行ったときに、しっかり親指に体重がかかる位置。ちょっと前になると、多分親指に体重がかからないです。だから、かかるところを探して、ここが一番かかりやすいな、強く押せそうだな、というところに置いてもらう。で、そしてですね、太もものお肉だけを、ちょっとお尻を出して、キュッと、お肉だけをこう中に入れて、座ります。同じように、キュッとお肉だけを入れて、ポンと座ります。で、お肉をこれなんで中に入れるのかっていうことなんですけども、お肉をこう入れると骨盤がキュッとこう立つ力になります。そして、親指の付け根に体重がかかりやすい動きになるんですね。で、そうすると親指に体重がかかりやすいので、グンと押すとグンと跳ね返ってくる感じになります。要は、押すと押し返すって勝手になるので、この状態で座ってもらうと、骨盤が勝手に後傾して安定するところで座れるので、長時間座ってても結構疲れなくなります。で、このように、ちょっと自分の楽なポジションっていうのを探してもらって、あ、これだと楽っていうふうにしてもらうといいです。で、なんかすごい丸い椅子だと難しいんですけども、ソファーとかちょっと広めの椅子だったら、タオルを横からこう当てがあって、足がこう外に流れないようにしてもらえば、常に親指に体重がかかるようになって座れますので、まあ、縛るっていう方法もあるんですけど、縛るとちょっとこの辺が、股関節が詰まる感じがする人が結構いるらしいので、これだと締めなくても、これをキュッと締めなくても、骨盤の幅に足を置いてもらっても、かなり安定するはずですので、こんな風にしていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。いかがでしょうか。今の座り方、今ね座って聞いていただいている方は一緒に試していただいているかもしれないんですけれども、ね、安本さん、椅子どうでしょう。椅子の高さとか前かがみにならない、調節のねできるものでやってみていただいて、自分の楽なポジションを探していただけるといいかなと思います。忘れてたことも思い出しました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。という感じですね。まあ、いろいろ体の使い方っていうのが結構あるので、徐々に、こう、体感、自分で感じてもらって、あ、今これだと無理がある。自分のいいとこちょっと探そうっていうふうにしてもらったらいいんですけれども、あとはですね、真空の前に立つ方法、ね、まだお話ししてませんでした。思い出してよかった。よかったよかった。ちとみにね、なんか教えなきゃいけなかった。この状態、まあこんな低い真空は当然ないと思うんですけれども、で、例えばね、これが真空だとしたら、こっつらになってる。要は、ここからスーッと立って扉があったりとかしてると思うんですけど、足が、このシンクより、こう中に入ったら、近づくので結構楽なんですけど、まあ、それもね、決められたシンクになってしまうんですけれども、ここが壁だったら、ちょっと離れててもいいので、僕は膝を当てます、こうやって。このシンクのとこの扉のところに、膝をキュッと当てて、骨盤を後傾するようにするんですね。で、そしたら、膝で押してるので、空気椅子みたいには実際にはならないんですね。こうやって当てがってるので、もう親指の付け根に体重がかかってて、こうやって上がってると、そんなに、腰に負担がかかりません。今は、これ当たってないので、空気椅子みたいになって、ちょっとここが張りますけども、割と、こういうふうに、昨日やった、レジスタンストレーニングで骨盤を後傾して、膝を前にして、親指の付け根に体重をかけるという方法でスクワットしましょうというのがあったんですけど、それに近い感じです。骨盤を後傾しながら膝を前に当てて、こうやって上がっていただくと反り腰にならないので、こうして前に体を取られると、こう引っ張り返そうとして腰痛になるということが起こるので、こう状態作って近づいてやってもらうと、今までよりは楽なんじゃないかなと思います。
ひとみん良かったでしょうか今まで。ね、なかなかこうシンクのとこでやらないと分かりにくいかもしれないんですけども、安本さん丁寧な説明ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ということで、ございますけども、いろいろね体の使い方がありますけども、またその動画にしたりとかですね、何か皆さんにこう分かりやすい形で、お伝えできればなと思ってはいるんですけれども、結局はですね、まああのセルフケアでもね、追いつかないぐらい体がもう負担かかっちゃってもう大変ですっていうことなんですけど、悪い時間がまあ増えてるわけですね。悪い時間が長くなっちゃってるということなので、まずセルフケアで何とかしようって思うかもしれないんですけども、セルフケアの本来の意味としては、まあこの間もセルフケアとね、そのケアとキュアの違いってお話をしたかと思うんですけども、本来はお手入れですよね。セルフケアってのはお手入れですから予防なんですね。悪くならないようにしましょうっていうものですから、 あまりねそれで何とかしようとしない方がいいです。で、過度に期待をすると、ちょっと逆にね、良くならなかったら、ケアしてるのにって、ケアを悪者にしてしまいがちです。で、それよりは、まあ悪くならないようにする。でも、それでも追いつかないってことは、悪くする時間がちょっと増えちゃってるので、でも、やることは増えるのはもう仕方がない。避けられない。では、悪くならない使い方をしましょう。どうしても、悪くなる使い方になって、悪くならないような使い方をしていただくと、当然、悪い時間は減ります。で、そうすると、セルフケアが効果的になってきます。ね、ケアをすると、十分に元通りに回復するような状態ぐらいに、なっていればですね、セルフケアがすごく有効に役立つんですけども、それが追いつかないぐらい、人の手を借りないといけないぐらい、まあ、ケアがね、必要なぐらい悪くなっちゃってると、なかなかセルフケアではね、追いつかないってことになってくるんですけども、まあ、こういう時にですね、まあ、家族でね、ケアができる人がいれば、ちょっとやってくんないって言えると思うので、皆さんでね、もうそういうお伝えすることができる方とかもいらっしゃると思うので、ぜひですね、ご家族同士で、このゴールデンウィークとかね、今ゴールデンウィークって言うとちょっとあんまりね、良くないのかな、ステイホーム習慣に、やっていただけるといいんじゃないかなと思いますし、ちょっと、ね、お知らせにはなるんですけれども、ご家族でね、緩め合える機会、この MRT の基礎編っていうのを5月の、4日に、やりますので、オンラインで受講できますので、こういうのをね、活用していただけるといいかなと思います。ありがとうございます。座るといえば、親の介護で車に乗っているとき、時間が長いのですが、骨盤の位置、事務作業の時と勝手が違うと思うんですが、気をつけた方がいいポイントがありますでしょうか？あ、全く今の、座ってるやつの説明と同じです。車の場合はランバーサポートっていうのがあるんですけど、ランバーって、ルンバーって言ったりするんですけど、腰椎って、腰の背骨のことを言うんですね。で、腰の背骨って、まあ、僕が向いてる方に対して、前腕って言って、後腕曲してるんですよ。で、ここ隙間を埋めようとするんですけど、これ実は隙間を埋めない方がいいんですね。埋めない方がよくって、埋めるとですね、このアーチの特性上、こう押すと骨が前にずれやすくなります。で、前にずれるのを滑り症って言ったりするんですけど、あんまり実はここ埋めない方がいいんですよ。だから枕とかでも首ってこうなってるので、この隙間を埋めるような枕は実はしない方がいいです。結構そういう枕ばっかりなんですけれども、あまりおすすめ、僕はできないかなとは思ってます。で、これがないと寝れない方はそれで寝ていただいたらもちろん構わないんですけれども、筋肉が緩んできていい状態になっていけば、赤ちゃんとも枕そんなしないと思うので、子供も枕なんかしてても、もうこんな横なでたり、ぐるぐる回ってたりとかほとんどしてないと思うので、寝てる時って寝相が悪くて動いてる方がよく寝れてるわけですから、枕はね、そんなにこだわらなくてもいいんじゃないか。むしろ、このまま、朝起きるまで、このまま寝てる方が体に負担がありますので、じっとして寝てるってことを考えないような、寝方っていうのが理想的ですし、ジム机であっても、車であっても、基本的には同じと考えていただいていいです。骨盤の状態が自分がどの位置が楽なのか、つま先が、かかとが
膝の後ろ側にぐーっと入ってくると、より骨盤が前傾します。だそうすると反り腰ってやつになりやすいので、さっき言ったように少し前側にしてもらうっていうのが、僕はおすすめですし、車の場合は必ず足は前にあります。ただ、母子球っていうところに荷重がかかりにくい状態にあるので、オートマティックの車であれば、アクセル、ブレーキを使わない方の足は、母子球に体重がかかるように座っていただくだけでも違うんじゃないかなと思うので、おとちゃん、そういうふうに試していただけるといいかなと思います。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちなみになるほどです。ありがとうございます。ということで、今日はですね、家事、ね、育児を楽にする。要は、体に負担のかけない体の使い方が実はあるんですよっていうことなので、ポイントとしては、親指の付け根を自分の体から遠ざけるように動かす。ね、遠ざけるように動かして、手首だけをこう返してあげると、遠ざかったままなんですよね。むしろまた、ぐーっと外側に遠ざかっていく感じでありますよね。こんな風に使ってもらうと、あとはもう手の力じゃなくて、体の力を使って、物を支えたり、子供を支えたりということになります。あとはお腹側の筋肉を膨らませて立って。要は背中で引っ張るんではなくって、お腹側の筋肉を膨らませて立つ。そういうイメージでやっていただくと、皆さんの体の負担が減っていくと思うので、そんな風に試していただけるといいんじゃないかなと思っています。はい。ということで、昨日はね、佐藤先生が、ね、入ってきていただいて、ブワーッとアクセスが伸びたんですけど、今日は多分静かな感じ、いつも見ていただいている方は見ていただいているんだなっていう感じですけど、いつもありがとうございます。ということでですね、今日はですね、ご質問いただいた内容に応じてですね、テーマを設けてお伝えしていったんですけども、ここのコメント欄に載せにくいなっていう、まだね、思ってらっしゃる方は、どうですね、メッセージでも構いませんので、送っていただいて、こういうの教えてほしいと、こういうのやっていただけると嬉しいなと思います。ね、なので、気兼ねなく、どんどん送っていただければいいかなと思います。で、そしてですね、また、お知らせばっかりになってしまったりするんですけれども、まあ、こういうね、相談室、マンツーマンでやってますみたいなやつもありますし、明日は、これ明日なんですけども、信頼関係を築くっていうの、まあ、施術においては、施術の技術よりもね、実はその、安心して施術を受けられる状態を作るっていうのが大切ですよっていうことをやっていて、僕はその、ケアをする側の立場、であったりとか、講座をするっていう時に何を重きに置いてるかっていうと、この、まあ、信頼関係やっぱ築けないと、なかなかね、安心して、授業を受けたりとか、施術を受けたりって難しいと思うので、そういうのを学ぶっていう機会をね、設けて明日もやるんです。これもオンラインでやりますけども、普段ですね、3時間 !3 万円。これでも十分安いんですけど、なんと、ライブご視聴の方のみ、激安価格で、やっておりますので、こういうのも活用していただけるといいかなと思います。そして、セルフケア継続講座というのを設けてまして、これはですね、1時間半、1日1時間半を10回かな、やるんですけれども、3時間でも結構疲れる。ね、セルフケアマスターって6時間やるんですよ。で、1日6時間、まあランチ挟むんですけど、6時間をねえ、インプットし続けたら、もうクタクタですっていうことが結構あって、セルケマスターの資格を取るにはそれぐらい学ぶ必要がありますよってことなんですけどね、資格はいらないんだけど、セルケはしっかり学びたいのよっていう方が結構 おられるんで、じゃあ資格必要ないんであれば、少しね、こう、内容も課題がちょっとハードだから、尻込みしてますって方も課題ありませんし、ただ聞いていただいたことに関してはちゃんとお答えするようにしてるので、セルフケアをね、継続して週に1回お稽古ごとのように学んでいただいて身につけていただく。で、セルフケアマスターとかそういう、月に1回とかだと、受講して1週間ぐらいは結構ちゃんと真面目にやるんですけど、2週間目ぐらいだったらちょっと難しくてやんなかったな。次行くまでにちょっとやらないといけないからって言って、結局前日ぐらいまで何もやらないとかね、
なんかやらなきゃいけないものになると、やちょっと嫌だとかなるんですけども、課題がなければノンストレスですから、そういったね、方に向けて、テーマを決めて、それに対してどういう意図でこのケアをやっていって、こうするといいよみたいな継続講座をね、ちょっと考えて、今回お試し価格で、なんとご視聴特別価格10万円が3キュッパ。ほら、もう本当にジャパネット高田さんの真似じゃないんですけども、本当に、皆さんね、いつも見ていただいてるので、セルケアをより知りたい。ね、よくね、最近この間でも朝日を浴びて、キラパザ体操朝はおすすめですよって、いうね、ライブをやったらですね、もう非常に嬉しいコメントをたくさんいただいてですね、本当にポカポカになりましたとかね、今まで感じたことない感覚ですってコメントをいただいたので、ああ、やってよかったなと思いますので、まあそういった内容を、しっかり、皆さんができるようになるまでお伝えするっていうのがこのセルフケアの継続講座になります。で、詳しい、この内容について詳しいことを知りたいって方はですね、ブログの方にもお知らせを書いてるんですけども、コメントをいただければ、ズームとかメッセンジャーを使って詳しく説明させていただくので、よかったら、メッセージとかコメントをね、いただければいいかなと思います。はい。ということで、今日も1時間超えですね。ね、だんだん長くなってんじゃねえのっていう感じなんですけど、まあ、できるだけですね、コメントをこう、たくさんいただいたらですね、そのコメントに対してお答えもこのライブの中でできたらなっていう趣旨でやってますので、当初はですね、30分ぐらいでやろうかなと思ってたんですけれども、だんだんやはり、お伝えすること、そして、コメントをいただいたものに対してお答えしていくっていうふうにすると、1時間超えてきちゃうなっていうところがね、最近ではちょっと分かってきたので、眠い方は、離脱して、お休みになっていただいたらいいので、今日ちょっとなんとかこれをちゃんと知っておきたいって方はですね、コメントをいただければ、しっかりお答えさせていただきますので、そんな感じでですね、明日も、変わらず、9時半から、やっていきたいと思いますので、何かね、ご質問がなかったらこれで終了したいと思います。よろしいでしょうかね。はい。ということで、今日もありがとうございました。また明日ライブをお届けします。また、では明日よろしくお願いします。バイバーイ。えちゃん、時間があっという間に過ぎます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。えちゃん、いつもあっという間です。よかったー。なっけーよって言われたらどうしようかと思ってました。ありがとうございます。さとちゃん、ありがとうございました。えちゃん、ありがとうございます。かずちゃん、ありがとうございます。ひとみちゃんも、あ、今日あっという間でした。よかった。ありがとうございました。あ、かずねさん、ありがとうございます。あ、みかちゃん、ありがとうございます。今日もありがとうございました。ラスティ、体の使い方はスポーツ、特に武道での使い方ばかり、ひらめいてしまうので、日常での使い方、大変勉強になりました。ありがとうございます。もう、身体操作のスペシャリストにそうやって言っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。またいろいろね、ラスティと情報交換していけたらなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。あ、安本さんありがとうございました。ひろみさんありがとうございます。おとちゃんありがとうございます。さえちゃんありがとうございました。以上、ありがとうございました。あ、サニちゃん、いろいろ試します。試してください。僕もいろいろ、サニちゃんの動画を見て試させていただきます。ありがとうございました。はい。それでは皆さん、終了します。おやすみなさーい。